FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。1月17日火曜日、サザンブリーズの時間です。ギノワンヒルズ通り沿い、FM ギノワンのスタジオより、この後4時まで生放送でお送りします。お相手は FM ギノワン、田辺ゆきです。皆様、最後までよろしくお願いします。いや、今日もあったかいですね。いや、朝晩は寒いんですけど、昼間はなんだかあったかいですね。今ちょっとずっと部屋の中に、室内にいるので、もしかして外は寒いかもと思って、一応窓開けて手を出してみたんですけど、やっぱり小春日和って感じでしたね。ああ、またこのね、FM ギノワンのスタジオ、ガラス張りで、すごい全面、全面ではないです。2面ガラス張りなんですけど、サンルームのようで、本当にぬくぬくしたところでからお送りしております。もう外、基地の、基地が見えるんですけど、すぐ目の前基地なんですけど、旗は結構パタパタ揺れてますね。風はそこそこありそうな感じですね。で、海がその後ろに見えてるんですけど、今日は穏やかな海ですかね。色は紺色、ちょっと白っぽい紺色で、冬の海の色しております。皆さんのところはいかがでしょうか。今日はね、最高気温沖縄は19度の予想が出ております。今19度くらいですかね。で、また明日は23度の予想ですね。そしてまた、このまま、このぐらいで行くのかなと思ったら、ちょっとまた土日寒くなったりするみたいです。はい。全然油断できないですね。はい。暖かくしてください。まあでも、平年よりはちょっと随分楽なような気がするんですけどね。私は寒がりなので、こんな感じにしておいてもらえるとありがたいんですけど。はい。今日はですね、今日もトーク、テーマね、どうしようかなと。もう今、1月17日火曜日、サザンブリーズの時間ですって言ったものの、はあ、まだ1月17日かと思ったんですけど、皆さんどうでしょう ?1 月半分はもう超えましたね。もうって思うか、まだって思うかね。それぞれだと思うんですけど、意外とまだ私は17日、あ、まだ、よくわかんないですけど、時間の感覚はそれぞれですけどね。で、今日はちょっとゲストがいらっしゃるので、少しちなみまして、テーマ。小さい時のあなたの夢。小さい時どんな大人になりたいと思ってましたか？大人になったらこういう人になりたいなっていろいろ描いていたと思うんですけれども、それをちょっと聞いてみたいなと思います。こんな職業になりたいっていうのでもいいし、そういうなんか職業ではなくてこんなことしたいとかね、なんか思ってたと思うので、ぜひ教えてください。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com ファックスは098-943-0094番です。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができます。よかったら覗いてみてください。そしてコメントもお気軽にお願いします。そしてサイマル放送もやっております。全く同じ放送をインターネットで聞くことができます。FM ギノワンのホームページに再生ボタンがありますので、そちらも音楽も聞きたいという方はぜひそちらをお楽しみください。まあ、皆さんからのリクエストもお待ちしております。ね、今何かけオープニング何かけようかなと考えながら喋っているのですが、ちょっとね、探しながら、何かリクエストがありましたら、よし、じゃあ決めました。では、電気グルーヴで、出てこーい。電気グルーヴでシャングリラ。
あ、セブンチームトレジャーさん、こんにちは。エコザイルさん、ハロハロ。ルドロフさん、こんにちは。3回目ですね。布の中の銀のホタルさん、こんにゃにゃちわん、ゆきさん、ありがとうございます、こんにちは。もう、びっくりですよね。3回同じことで、挨拶をしてたら、まだ同じ日かと思ってね、最初びっくり。1月17日ですっていうのが3回目だったので、まだ17日だったかと思ったんですけどね。水筒忘れたんですよ。やっぱ夏に比べては飲まなくなるんですけどね、やっぱ水筒があるとな。ちょっと今も思い出したじゃないですか、水が飲みたくなってしまいました。小さい頃に何になりたかったですか？小さい頃の夢をぜひ教えてください。1月4日にしよう。ん？何がですか？何が1月4日にしよう。もう3回目だから分かる。混乱しますよ。時刻は3時9分を回っています。この時間はサザンブリーズをお送りしています。宜野湾市内のお天気、道路交通情報をお伝えしましょう。今日の沖縄本島中南部のお天気は曇り、東の風曇り、波は2メートル、のち 1.5 メートルでしょう。雨の降る確率 10%、 夕方から夜にかけては 20% の予想です。今日の日中の最高気温、那覇で19度になるでしょう。沖縄本島地方では17日は空気が乾燥する見込みです。火の元、火の取り扱いに注意してください。沖縄地方は高気圧のへりにあたり曇っていますが、雲の隙間で晴れているところもあります。おお、じゃあこれは雲の隙間、ずいぶん晴れてます。こちらの FM 宜野湾から見えるお天気は晴れですね。ヘリですか、高気圧のヘリだそうです。明日18日は気圧の谷の影響で曇りの天気となり、ところにより一時雨が降るでしょう。沿岸の海域では波がやや高いでしょう。今日はね、火の取り扱い、火の元に気をつけてください。空気が乾燥しています。以上、お天気情報でした。続いて道路交通情報です。沖縄自動車道、沖縄南インターチェンジ付近の下り車線に故障車が止まっています。沖縄南インターチェンジ付近、下り車線、故障車が止まっています。前方に注意して走行してください。その他はスムーズに流れています。続いて一般道です。県道34号線宜野湾市前原交差点から大蛇名向き渋滞しています。
国道330号線漬け欄から維新田普天間まで普天間向き渋滞しています。漬け欄から普天間まで渋滞しています。ほうほう、この今ね、伊布麦野湾は普天間と伊佐の間にあるんですけれどもね、こちらから見るこの道は特に混んでないですね。普天間と漬け欄の間が混んでるようです。その他は浦添市公営交差点付近渋滞しています。はい、他はスムーズに流れています。今日も一日安全運転でお過ごしください。以上、お天気と道路交通情報でした。ツイキャスありがとうございます。セブンチームトレジャーさん、ゆきさんこんにちは。こんにちは、セブンさん、よろしくお願いします。今あれですか、お昼じゃない、おやつ休憩とかありますか。ちょっとなんか甘いもんでもつまみながらね、ぜひゆっくりしてください。エコザイルさん、ハロ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 、よろしくです。今はどの辺にいますかね、お仕事中ですかね。ルドルフさん、はいさい、こんにちは。ゆきさん、ありがとうございます。もうね、全部の番組もしかして見てくださってますかね。私今日3つ目なんですけどね、3回も挨拶ありがとうございます。のの中の銀のホタルさん、こにゃにゃちわん、ゆきさん、こにゃにゃちわん、よろしく。今いるところは寒いですか、どうですか。関西弁のかっちゃんさん、毎度ゆきちゃんこんにちは。はあ、おおきに。おー、ゆきさん得意のクロスハンドマウス&ミキサー操作。クロスしてました。あんまり意味はないんですけど、なんか利き手でマウスは持ちますね。なんだろう、これが逆だと、ミキサーは、マイクとか音楽とかの音量を操作するものなんですけど、こっちのね、フェーダーっていうものを上げ下げするんですけど、フェーダーはなんか右でも左でもできるんですけど、マウスは結構、利き手じゃないと、この思ったとこクリックできなかったりしますね。それでクロスするんでしょうね。もう、よく見てますね。こちらも、雲の隙間から木漏れ日が、ああいいですね、木漏れ日、涼しげな感じですね。こちらはね、 FM 宜野湾の周りは、前はちょっと前までは木が、鳳凰木とかが目の前に大きなのが植わっていたりしたんですけどね、年明け来たらすっかりなくなってましたね。伐採されてました。もうね、基地の返還の、に向けて、このすごいもう刻々と変わってるんですよね、風景が。結構緑がなくなっちゃってね、今ちょっとね、殺風景になってますね、こちらはね。はい、そして、あ、かっちゃんさんは、今から昼ご飯カレーうどん食べるわな。ええー、なーカレーうどん、前もなんか食べてへんかった。なんかカレーうどんの話したような気がする。好きなんでしょう、もしかして。テーマはですね、今日のテーマ聞いてくださってますけど、小さい頃の夢、小さい時何になりたいと思ってましたか。大人になったらこんな風な大人になりたいなとかね、あったと思うので、ぜひそれを教えてください。メールは797@fmginowan.com です。私はね、レストランのウェイトレスさんになりたいとか言ってたんですよ。で、なんかこんな感じの喫茶店でとか、こんなエプロンしてみたいなことを言ってたんですけど、今から思ったらね、すぐバイトすればいいやんみたいな簡単にできそうな夢だったんですけど、子供からしたらそんなのどうやっていいかわからないので、そういうことをあえて、私の夢はウェイトレスさんですとか言ってました。皆さんはいかがでしょうか。はい、それではCM を挟みまして、皆さんからのメールもお待ちしながらゲストを紹介したいと思います。
ちらにお願いします。あ、すいません、靴を取って。あ、外で。あ、よくやるんですよ、これ。あ、いい、言わなかったんで、わかんないですね。暑いです、ここ。暑いです。暑いです。いや、暑がりなので。いやいや。これ、お。あ、ヘッドホンして、もうどちらでも。わかりました。あ、しなくてもいいんですか。あ、じゃないですよね。まあ、あの、音楽が聞こえないだけで、喋るのは別に普通に耳で聞いてもらってもどちらでもいいです。こっちだと、あの、ラジオで聞こえてるのと同じように聞こえます。あ、あんまり聞きたくないな。はい、いいです。はいはい、あの、で、マイク近づいて、あの、結構。あ、そうですか。はい。お願いします。ライブ映像もあるんですか。ん？ライブもあるんですか。映像も流れるんですか。あ、はい、そうです。映ってくれる。大丈夫ですか、映して。大丈夫です。はい。サザンブリーズお送りしています。 FM ギノワンからお送りしております。それではここでゲストをご紹介したいと思います。あ、じゃあ自己紹介お願いします。はい、ビーンズ広告社の新庄と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。新庄さんです。今日はですね、1月22日今度の日曜日に行われるイベントのご紹介で来ていただいています。はい、はい。では2つイベントがありまして、この紹介お願いします。はい、まず1つ目がですね、はい、小中学生、これは宜野湾市内なんですが、はい、対象にした、未来を広げようグッジョブ体験 in 宜野湾というイベントが1月22日日曜日に沖縄国際大学であります。はい、はい、でもう1つ、はい、これがですね、高校生、大学生、専門学生を対象にした、うん、企業についての、まあ、企業人講話という形なんですが、うん、会社を起こすという生き方という基調講演と、あとパネルディスカッションを同じ、沖縄国際大学で行います。へー。あ、では沖縄国際大学では1月22日にこの子ども中高、あ、小中学生と保護者向けのイベントと、高校大学専門学校生向けのイベントが、はい、2つ行われるということで。そうですね、はいはい、小中学生向けは、はい、まあ、保護者は対象ではないんですけれども、あ、はい、あの、まあ、ほぼ、保護者も一緒についてきていただいて、子どもたちがこう楽しく、はいはい、まあ、キラキラとお仕事をしている姿をこう目に焼き付いて、もらうと、焼き付けてもらうっていうような、はい、イメージですね。グッジョブ体験なので子どもが体験をするっていうことですよね。はい、はい、よくある夏休みとかの、まあ、ちょっとしたあの遊びということではなくて、はいはい、あのプロ本物を、まあ、沖縄大学に、集まっていただいて、そこで、まあ、なかなかあの小学生ができるというのは難しいと思うんですけども、はいはい、まあ、簡単な、失敗を体験したり、大きな成功を体験してもらいたいということで、へー、はい、今自分が勉強していることが、はいはいはい、あの将来のお仕事につながっていくんだよっていうことを、まあ、あの伝えたいということでやってます。あ、そっか、小学生中学生は一応学校には毎日行っていろんなこと勉強しますけど、これが実際どんなふうに大人になって役に立つのかとか、はい、そういうつながる、こうつなげて考えられるきっかけにもなると。そうですね。はあ、なるほど。はい、で結構いろんな体験ができるんですよね。はい、今回はですね、
トータル23体験、はい、はい、ありまして、中学生向けの、あの助産師さんの体験ですとか、あとビューティーケアリスト、これはメイクですね、メイクアップの講座、それとですね、あの人気のある鑑識、警察のお仕事とかですね。鑑識、はい、これやっぱり男の子が多いですね。へえ、はい、鑑識って、あのなんかよくサスペンスとかに出てくる、そうです、そうです、なんか白い手袋とかして、はい、あの現場に行ってこうで黒い粉をポンポンポン、はいはいはい、でテープで指紋を採取して、はいはいはい、あんなのできるんですか。はい、そのまま体験ができます。あ、指紋をこれだみたいな感じで、はい、あ、まあまあ、あの犯人じゃなくて自分の指紋なんですけど、あ、自分の、へえ、はい、面白いですね。女の子はですね、やっぱりあのスタイリストのお仕事は人気ですね。へ、はい、スタイリストいいですね。あの、はい、いろんな服とかの組み合わせ考えたりとか、はい、もうあのプロのアドバイスに、はい、あとはまあ髪のアレンジとかですね、小物を選んだりとか、はいはいはい、はい、これはもう女の子に大人気ですね。へえ、このじゃ例えばスタイリストだったら、今実際スタイリストとして仕事されてる方が講師になられてたりするんですか。はい、もうあの県外にも結構行ってらっしゃったり、はい、実はこの後打ち合わせがあるんですけれども、へえ、はい、もう皆さん、あの、はい、あのプロの、プロというか、はい、お仕事されてる方ばかりですね。へえ、他には小学生向きは、新聞記者になって速報を作ろうとか、はい、これはですね、もう本当に新聞記者になりきって、うん、はい、このグッジョブ体験を取材してですね、はい、子どもたちが、記事を書いて、あと写真も撮って、はい、今回は沖縄タイムズ のわらび号が、はい、来ますので、その日のうちに印刷配布まで行います。はいはい、すごい、はい、きっとねそういうのをやりたい人、ね、いると思うので、はい、あとまた人気があるのがですね、はい、FM ギノワンさんのラジオパーソナリティになろうという体験が、まあ、メインと言っても過言ではないかなと。そこまで、そうなんですよ、はい、FM ギノワンも講師として、私たちがあの、ね、講師として入らせていただくんですよね、はい、で小学校1年生から対象でラジオパーソナリティの体験を子どもたちにしていただくという、はい、はい、ありがとうございます。1時間プログラムをさせてもらうんですけども、子供にね、私たちも一応今プログラム考えてまして、あの原稿を用意して、この例えば今さっき天気予報をお知らせしましたけど、ああいうのですとか、この原稿を読んで、あの実際マイクに向かって読んで、それを録音して自分たちで聞いてみるっていうのをやってみようと思ってます。はい、ありがとうございます。なんか番組使って打ち合わせしてるみたいな感じですけど、はい、もう 100% 信頼してますのでよろしくお願いします。実は去年も初めてですけど参加させていただいて、すごい感動したんです、はい、逆に子どもたちの原稿をこの読む姿勢がもうとってもまっすぐで、やっぱり好きな興味がある 子たちが来てくれると思うので、はい、もうなんかね、上手い下手じゃなくてすごいこの言ってることが伝わってきてですね、あ、もう私たちも初心に帰るというか、すごいいい体験させてもらいました。はい、はい、他のですね体験に比べて、はい、まあ、新聞記者だったりこのラジオパーソナリティの仕事は本当にその職業を目指してくる子が多いので、結構もうガチですね。あ、そうなんですね。はい、本気で、はい、ぶつかってる子が多いです。あ、そういう感じしました、はい、皆さん、ラジオパーソナリティの体験を見ると保護者は感激されますね。ああ、ちょっと保護者の方も見てらっしゃったんで緊張したんですけどドキドキしながらでしたけれども、はい、ちょっと去年もやってそういう感じだったんで、ぜひまた今年もやらせていただきたいなということで、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、その先ほどの新聞記者、去年もありまして、隣の部屋で作られてたと思うんですけど、この、はい、講義が終わって帰ろうとしたらもう速報を配ってて、あ、早い、今日のこともう記事になって新聞で配ってるってすごいなと思いました。そうなんですよ、はい、これ本当に写真 の, この撮り方からレクチャーしてですね、
もう全部子どもたちが撮ってますので。ああ、いい写真でしたね。はい、もう今この場で見せたいぐらいなんですけども、ね、いかんせん、はい、ラジオですのでね、ぜひ見に来ていただきたいと思います。わあ、すごい、本当にあの、うん、大人が作った速報みたいでしたよ。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ写真も撮って記事も書いて、はい、で、あの配布まで、うん、はい、配布はね、販売店の体験までできるという。あ、ね、はい、すごいやりがいあるんじゃないかなと思います。そうですね、うん、はい、他にも保育士のお仕事とか、はい、ルームスタイリスト、部屋をデザインするお仕事とか、あと T シャツ屋さんのスポーツ店のお仕事とか、はい、あとは保育所の調理師、ポーポー作ろうとか。そうですね、結構いろんなジャンルですね。はい、まあ、よく昔あったの、まあ、八百屋さんだったりケーキ屋さんだったり、はい、おまわりさんだったりっていうお仕事以外にも、まあ、ウェブデザイナーだったりとかですね、はいはい、いろんな、もう大人でもわからないような仕事が今たくさん出てきているので、今大事なのは子どもたちに選択肢を与えて、はい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 、自分が知らない仕事がこんなにあるんだよっていうことを、まあ、知ってもらいたいなっていうこともありますね。ああ、本当ですね、広がりますよね、はい、通訳のお仕事とか、はい、あと瓦職人のお仕事とか、はい、すごい、本当に幅広いですね、はい、パソコンでイラストを描くイラストレーターのお仕事とか、はい、これだけあればね、何かこうやりたいのがあるかもしれないですね。じゃあこの当日、この例えばチラシをね、小学生は配布されているので見てると思うんですけれども、はい、宜野湾市のグッジョブ体験に参加したかったらどうしたらいいですか。はい、今週日曜日、当日の受付になりますので、はい、当日沖縄国際大学の5号館、はい、はい、一番も奥の棟になるんですが、そちらの方に、来ていただいて、受付が9時半から、はい、朝の9時半から、はい、9時半受付の体験が10時スタートの、3時半までということになってます。はい、はい、でですね、まあ、9時半から受付ということで、9時半に来てもらうと、はい、もうすごい行列ができている場合が考えられるので、はい、まあ、あまり早く来てほしいということはこちらからは言えないんですけれども、はい、そうですね、ちょっと早めに来られた方がいいのかなという気はいたします。希望の職業を体験しようと思ったら、ちょっと早めに行った方が確実かもしれない。ね、あとですね、まあ、一般社会でもそうなんですけど、はい、希望する仕事に、まあ、つけるかっていうと、あ、はいはいはい、実際野球選手にはなれなかったりとか、はい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 、っていうことも体験しつつ、はい、まあ、トレーナーになったりとか、はい、いろんな、それに派生したお仕事だったり、はいはい、また違う仕事をやってみて適性が分かったりとかっていうこともあるので、はいはいはい、受け入れ人数を、まあ、大体まあ10人ぐらいで区切ってですね、はい、それは20人にしてくれ、30人にしてくれっていう要望もあるんですけど、 あえて、まあ、別の体験をして、はいはいはい、楽しかったっていう意見もあるので、うん、はいはいはい、そういう体験もしてもらいたいなと思っています。そうですよね、絶対これっていうのもあるかもしれないですけど、はい、他のやってみてあれ意外と楽しいみたいなね、はい、そっちの方が多いかもしれないですね、うん、はいはいはい、そういう出会いもあるかもしれないですね。ということで、チラシがぜひ子供が持って帰ってきたら、グッジョブ体験in宜野湾見てみてください。1月22日日曜日に沖縄国際大学5号館であります。そしてもう一つの、もう少し年齢高い高校生以上の方に、会社を起こすという生き方というイベントがあるんですけど、こちらも気になります。はい、ありがとうございます。ですね、基調講演に、はい、カッシーニ株式会社 の、 代表取締役兼 CEO のですね、うん、中田陽子社長、はい、今ですね16歳の高校2年生なんですけれども、はいはい、去年、会社を去年一昨年ですか、はい、15歳で会社を立ち上げた社長になったという方です。今高校生でもある、はい、おで社長でもある、社長でもある。で、まあ、YouTube でご覧になった方もいると思うんですけども、はい、TED っていう、これは何ですかね、
ここであのプレゼンテーションを英語で行ったりとかですね。はい、あ、TED って書くやつですか？はいはいはい。はい。まあ、お仕事はまあ、あのプログラミングとかですね。はい。そういうお仕事を。すごい、かっこいい。はい、まあまあ、それだけではないと思うんですけども。はい、で、まあ、ちょっと打ち合わせの時も、順調に行ってるっていうこともなく、ちょっとしたつまずきだったり、苦労だったりっていうこともやはりあったということなので、はい、立ち上げから、まあ、志からですね、あと立ち上げ、はいはい、で、まあ、いろんなことがあって今に至るというお話をしていただこうかなと思っています。うん、あ、めちゃくちゃ聞きたいです。はい、で第2部ですね。はい。はい。この、中田社長も入っていただいて、はい、沖縄国際大学の経済学部、教授の、中田教授にですね、はい、コーディネーターになっていただいて、はい、あとパネリストとして、株式会社レキサスの代表取締役社長の、あの、ヒアネ社長、はい、と、時なりフーズ、あのお稲荷屋のあの稲荷寿司でおなじみだと思うんですが、はい、吉里社長にも、はい、あのパネルディスカッションに参加していただきたいと思っています。はい、こちらも入場無料ですよね。はい、わあ、とりあえずなんかこう企業に興味がある方ぜひ行ってほしいですね。とてもあの分かりやすくてとっつきやすい、うん、はい、内容で考えていますのでぜひ。ご来場ください。よろしくお願いします。こちらは申し込みは？はい。当日受付となってます。さっき、うん、はい、おっしゃっていただいたように、はい、入場も無料ですので、うん、開演前にですね、来ていただければ、定員が、まあ、だいたい150名ぐらいは、はい、入るスペースになってますので、はい、はい。まあ、なるべく早めに来ていただけるといいかなと思います。すごい。じゃあ先ほどのグッジョブ体験インギノワン小中学生向きは2階で5号館の2階でやって、この企業向けの方は、あ、企業ってあの起業したい人向けの講座の方は1階で、グッジョブ体験の方は3階になります。あ、すいません、はい、3階です。あ、2階はないんですね。2階は特に何も2階です。はい、1階がこのパネルディスカッションなど、基調講演などがあります。すごい。なんかじゃあ、両方いけなくもない。あ、そっか。対象が違いますけどね。そういう目論見も今までやったことあるんですけど、やっぱ保護者の方は、自分のお子さんを、写メ取りまくりなので。そうですね。目離せないですよね。はい。うん、まあまあ、それぞれということで、結構です。はいはい。はい、わあ、でも盛り上がりそうですね。ぜひ1月22日、今度の日曜日、行ってみてください。じゃあ今日は、あ、他に大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。はい。はい、以上です。はい。はい。じゃあ、ビーンズ広告社の新庄さんに来ていただきました。はい、どうもありがとうございました。日曜日お待ちしてます。はい。では1曲お届けします。イエローマジックオーケストラで音楽。ありがとうございます。何が緊張したかって、あのギノワン市役所の人が聞いてるんじゃないかと思ってそこだけ緊張しました。なるほどなるほど。いや、分かりやすかったと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。当日は市役所の方もいらっしゃる。はい、もうスタッフで緑の T シャツ着て、はい、頑張ってます。はいはい、はい、日曜日いらっしゃいます。はい、来ます。よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。
テーマは子供の時になりたかった職業、ちっちゃい時どんな大人になりたかったかがテーマです。ここで FM 沖縄よりお知らせです。ウエストマリンからのお知らせです。那覇港からのクルーズ船でおなじみのウエストマリンさんよりリスナーの皆様にクルーズチケットのプレゼントをいただいております。2種類あります。1、大型水中観賞船オルカ号ペア1組様。2、ディナークルーズ船モビーディック号ペア1組様です。どちらもご利用期限は4月30日までです。ご希望の方は懸命にリスナープレゼント希望。本文にオルカ号かモビーディック号、どちらを希望されるかと連絡先、番組へのメッセージをお書き添えの上、ご応募ください。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。なお今回 FM 宜野湾へ直接取りに来られる方のみとさせていただきます。ご了承ください。当選者の発表は1月23日以降にします。この応募の締め切りは1月20日金曜日となっております。今週までですね、金曜日までです。ぜひご応募ください。これはね、一回行った方がいいですよ。ディナークルーズ船とかね、手軽に旅気分が味わえますので、はい、ぜひご応募ください。それでは一旦 CM です。まちおさん、こんにちは。そっちは寒いですか。町尾さん、京都でしたっけ、大阪でしたっけ。え、東京でしたっけ。あれ、ゲストがいらっしゃるとあっという間なんですよね。さっきの、このね、グッジョブ体験。ありがとう。どうしようか、ファッションニュース一応やろうかな。サザンブリーズをお送りしています。3時42分を回っています。今日のテーマは子供の時の夢。メール紹介しましょう。毎度ゆきちゃん、サザンブリーズお聞きのリスナーの皆さん、
関西弁のかっちゃんからです。こんにちはやな、たこ焼きいる？いるいるいるめっちゃ食べたい。くれるん？まあどうやってくれるんでしょうね。たこ焼き送信とかね大阪からたこ焼き送信ってポンって沖縄に届くとか将来できるようになるんですかね、このメールぐらいの速度でね。この郵便のあの仕組みのような感じではなく、こうね、なんかできないですかね。さて今日1月17日、阪神大震災から22年、午前5時46分に黙祷して二度寝したら8時過ぎてて、仕事遅刻したわ。あ、一回はちゃんと起きたんですね、黙祷するために。黙祷しながら寝たんじゃないですか大丈夫ですか。この22年前もこの辺にいはったんですか、かっちゃんさんは。だとしたら震災に遭ってますよね。どんなでしたかね。ねえ、どんな、私震災の時は東京だったんでちょっとね全然知らないんですけど、どうだったんでしょうね。遅刻したわ。そしてじゃあテーマ、子供の頃の夢。あんな、俺は子供の頃の夢は電車の運転手やってん。男の子の憧れですね。家の襖に舞いで電車の扉、あと部屋の中に椅子並べて座席作ってウィッチウィッチって遊んでたわ。読み方がわからんウィッチウィッチって遊んでたわ。あー、楽しそう、この遊び。いいですよね。なんか家にある椅子全部並べて同じ方向向けるんでしょ。同じ方向向けて並べて電車に見立ててね、部屋を。楽しそう。で、電車に乗った時はめっちゃ運転手さん観察するんでしょ。こんな男の子多そうですね。これなんか未だに好きやったりします？電車どうなんでしょうね。今は運転手にはなってないですよね。どうですかね。でもなんかちょっと関連あったりしますかね。ありがとうございます。可愛いですね。宮沢りえドリームラッシュのリクエスト来てますので、じゃあ後でおかけします。次、サザンブリーズ、ユキユキ、ハロハロー、あ、違う、何？ユキ、ハロハロー、チュー、エコザイル出すよ。子供の頃の夢ね、大型トラックの運転手か、バイクレーサーになりたかったみたいよ。一言。一応大型ではないけど、2年前まで3トントラック運転して、引っ越し屋にいたさ。3トントラック？トラックは大型じゃないんですか？ん？大型じゃないの？入らないの？どんなんだろう、大型トラックで。じゃあ、3トンってめっちゃでっかいじゃないですか。十分大型だと思いますけど。じゃあ割となんかこう描いてるものに関わり、なんか近い仕事してるってことですよね。これ子供って何歳ぐらいの時ですかね。もうずっとこれですかね。コロコロ変わったりする人もいるかもしれないじゃないですか。でもずっとこれなのかな。いや、なんかいいと思います。このもうちっちゃい時からもこういう感じが好きなんですよね。このまま大人になってもね、このまま好きでそういうことをやってるっていいと思います。ありがとうございます。ではかっちゃんさんからのリクエストで一曲お届けしましょう。宮沢りえドリームラッシュ。うわ懐かしいっていうか、知らんけど、この曲、この声が、こんなんやったね、宮沢りえ。
わこの、あの曲のアレンジもなんかあの、なんだっけあの、小室とかのなんだっけ出てこーへん、あの、TM ネットワーク子供の時の夢って覚えていないですよ。あ、そうなんだ。ねぽっちゃりの頃のね、めっちゃ可愛かったよね。電車通勤、うん、2から4トンは中型なんだ。この曲もういいかな。サザンブリーズをお送りしています。宮沢りえちゃんの声懐かしかっためっちゃ可愛かったですよね。もうポチャポチャでね、ポカリスエットの CM とか出てたじゃないですか、ドラマとかね、めっちゃ好きでした。はい、ではあの、あれ声入ってますもしもし、あ、はい、ではここでアイレディスクリニックより第3回新春餅つき大会のお知らせです。1月21日土曜日、次の土曜日ですね、2時から4時アイレディスクリニック駐車場前広場で餅つき大会があります。地域の皆様との触れ合いの場として、また日頃からお世話になっている皆さんへ感謝の気持ちを込めて、新年のスタートを皆さんと一緒に楽しみたいと思います。大人気のフェイスペイントや楽しいパフォーマンス、大道芸、また当院アイレディスクリニック自慢のレストランアプリコットによる出店もありますよ。今回も売り上げの全額を沖縄こどもの国に全額寄付させていただきます。ぜひご家族で遊びに来てくださいね、ということでアイレディスクリニックからのお知らせでした。アイレディスクリニックはですね、沖縄市の三郷にあります。
あの交差点のところのね、あの灰色のおしゃれなビルですよ。皆さん行ってみてください。さあ今日はね、あのテーマあれです、あの子供の頃の夢ということでね、私思い出しましたけど、2歳ぐらいの時ピンクレディの歌と踊りをめっちゃ真似してまして、あの歌手になりたかったですね、最初、一番最初は。うん、それを思い出しちゃいました。今でもやっぱ歌うの大好きで歌ってますけれどもね、やっぱちっちゃい時に思ったことはやっぱ続いてますね、大人になってもね。皆さんはいかがでしょうか。ちょっと思い出してみても楽しいんじゃないでしょうか。ということで今日もサザンブリーズお送りしてきました。お、メール読めるかな。 ありがとうございます。じゃあメール時間まで紹介しましょう。関西弁のかっちゃんさんです。ゆきちゃん、阪神大震災の時は19の時、彼女と同棲しててん。え、そんなん聞いてないって。あ、まあ、聞いてないけど、ま、聞かせてくれてもええよ。17日朝方3時までスーファミしてて、2時間後よ。半分起きててな、下から地下鉄が近づいてくるようなゴーっと音がだんだん近づいてきた瞬間、ドーン。はい、終わり。2階から1階にドッスン。俺、2階のアパートやったから、生き埋めにはならんかった。1階やったら生き埋めになってたかも。ガス漏れしてたし、屋根の上よじ登って脱出した。以上だ。以上だって、あの、いつもの口調ですけど。え、はぁ ?2 階から1階、これは、ほんまの話ですよね。うわぁ。怖ぁ。いや、これは、こっからまた、ちょっと人生変わったっていう人もね、いますし、かっちゃんもなんかこう、思い新たにしたことあったんじゃないですかね。いやー、ね、これはだから、経験した人しか、やっぱり、伝えられないと思うんで、ぜひこういうね、経験、いろいろ、あの、語っていってほしいと思いますけどね。はい、ありがとうございました。今日はね、そういう日でもありますね。はい、それではサザンブリーズ、今日はこの辺で失礼します。また、お相手は田辺ゆきでした。またこの後の FM ギノワの番組もぜひお楽しみください。じゃあねー。時間が余った。